いい嫁さんになる。ふざけるな。俺は炊飯器でご飯をまともに炊くことさえできない。盟友、俺の嫁になって毎日味噌汁作ってくれ。毎日ご飯炊いてくれ。頼む。俺はまともに米を炊くことすらできない。ツイッターでは言ったんですけど、昨日料理配信をビリビリでもやってまして、おかず作ったんです。スペアリブの煮物？煮込み？だから、白飯食べたくなるなって思って、炊飯器セットしたんです。あ、そろそろお米炊けてるかな？次料理配信だと思って見たらさ、お米、なんか静かにスンってしてて、なんか変だな、いつもこんなんだったっけと思って蓋開けてみたらさ、お米炊けてないの。水とカチカチの白米なの。でも冷たくないの。なんかぬるいの。生ぬるい米が水に浸って鎮座してて、それ見てちょっとよくわかんないけど、すごく悲しい気持ちになった。怒りとか焦りとかじゃなくて、呆れっていうか、なんかもう自分というものに絶望して、ただただ悲しくなって、俺はもう人間としてダメかもしれん。ああ、俺はまともに飯を炊くことすらできないんだ。白米をまともに炊くことすら俺はできないんだって思って。ああ、食べ終わっちゃったよ。マジでお米炊いてよかった。マジで炊いてよかった。本当にさ、配信前にさ、炊飯器見てお米炊けてなくって、なんで俺お米炊けてないんだってなった瞬間に、もう本当に全身の力抜けちゃって、もう俺はダメだって。スイッチ入れるだけの炊飯器なのに、なんで俺はお米を炊くことができなかったんだって、なんかもうただただ悲しくて、俺はもうダメな人間なんだ。ただスイッチ押すだけの炊飯器でご飯を炊くことすらできない。俺は人間として下等生物すぎる。もうダメだ。人間を名乗るのもおこがましい。しょんぼりしちゃってたんだけど、配信できるかな。悲しくって悲しくって、もう今日配信できんかもしれんって思ってたんだけど、でも配信やっててよかった。俺配信やってるから、お米が炊けてなかった自分に対しても、みんなが笑ってくれるから、腐って言ってくれるから、これを配信で話したらみんなが笑ってくれるって思ったら頑張れるし、俺 VTuber になってなかったら、ただもう泣いて泣いて枕を濡らしてただ寝るだけだったから、ありがとう。お米が炊けなかったっていう失敗も、こんな美味しいご飯につながるなんて、本当に VTuber になってよかったよ。ありがとう。不思議なんだよな。なんで、押し忘れならただ冷たい米が出来上がってるだけのはずなのに、なんで生ぬるい米が水に浸ってたんだろう。わからん、マジで。保温ボタンだったのかな。あの、保温ボタンと予約ボタンが一緒なんだよね。これ何時間後に炊き上がりっていうボタンを押そうとして、何時間保温するっていうボタンを押したってこと。そういうことか。それだ。よかった。心霊現象じゃなかった。